どうもつぶつぶやです。今日も品種紹介をやっていこうと思います。今日のつぶつぶはですね、どれにしようかなと迷ったんですけど、リクエスト、多肉からのリクエストはたくさんあるんですけど、今日はですねこちらから選んでいきたいと思います。なぜならですね、今日紹介するつぶつぶはとても恥ずかしがり屋、なかなか声を上げてくれません、つぶって言ってくれません。なのでこちらから紹介したいと思います。今日はこちら、乙女心です。ご覧ください。こちらが乙女心、目にしたことがある方も多いんじゃないでしょうか。葉の先端がほんのりピンク色、めちゃくちゃキュートです。可愛らしいですね。灰色はかなり白みがかっています。夏は緑なんですが、寒さが深まるにつれ劇的な可愛らしさを見せてくれます。どうでしょう、これ何でしょうね。竜宮城の乙姫とかが水槽の中に入れてそう。実際水槽の中には入れられないんですけど、そんなイメージです。超可愛いイソギンチャク。こちらの株はまだまだ小さいんですが、かなりもりもり増えていきます。ちょっとハウスの中にですね、親株がなくてすいません。大きなものを見せてあげればよかったんですが、もり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 増えた姿は圧巻で、かわいいかわいいかわいい、つぶつぶって感じです。ご覧ください。確認できますかね、どこから見えるかな。脇芽が出やすいんです。成長点、後でちょっとカットして見せますけど、成長点をですね止めると脇枝がどん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 出て、もり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 、本当に乙女心の森のようになります。こんな感じ、小さいながらも脇芽がどんどん出て、もうすでにかなり乙女心の森のようです。乙女心の森なら迷い込んでも全然いいですね。続いてお手入れ方法です。まずは春から。春は何と言っても多肉植物成長期。こちらの乙女心も同様ですね、もり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 成長します。土が乾いたらお水をたっぷりあげる、これの繰り返しですね。もり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 増やしたい場合はこの時期、大きい火ですね、丸いこんなのアイビー化成と置いても大丈夫です。アイビー化成と限定しているわけではなくて、マグアンプなどでも大丈夫。観光性、ゆっくり効くタイプの肥料がおすすめです。続きまして梅雨です。梅雨もですね、多肉植物にとってはちょっと苦手な季節、過湿が苦手なのでお水はなるべく控えてください。中に蓄えられるお水の量を超えた時、葉っぱがちょっと溶けてしまいますね。なので土がしっかり乾いても、こう葉っぱがシュワッとお水足りないよってなってない限りはお水をあげなくても大丈夫。逆に葉っぱがシュワッとシュワッとなっていればお水をあげて大丈夫。はい、来ましたね。はい、どうぞ。雨に当てても大丈夫ですか。雨に当てても大丈夫。あー、前回も聞かれたのに質問される前に答えたかったです。でも大丈夫、慌てない。雨に当てたらいけません。はい、レッドベリー、前回紹介したレッドベリーと同様ですね、小雨や長くない雨、夜降るちょっとした雨などには当たっても大丈夫。ただですね、1日中降る雨や2日連続降る雨などに当てると病気が出てしまいます。もしも万が一そんな雨に当たってしまったら、もう鉢から抜いても大丈夫です。鉢から抜いていち早く土を乾かすことをお勧めします。ありがとうございます。いえいえ、大変素敵な質問、こちらこそありがとうございます。礼には及びません。続いて夏のお手入れ。乙女心も他の多肉と同様、夏がだいぶ苦手です。なので、夏の管理、注意点ですね、注意点としたら高温になりすぎない、あとは風がなるべくあるところ、それぞれ一つずつ解決していきましょう。まず高温になりすぎない、これはもう昔ながらの人だとこうお祈りしたりするんでしょうけど、現代的ではありません。なので遮光しましょう。遮光、
遮光はですね、ちょっと日陰を作ってあげるみたいなイメージですね。遮光についてはまた夏にちょっと詳しく説明したいと思いますが、ちょっと日陰を作るだけで気温はだいぶ下がります。ただですね、日陰を作ったところで風は吹きません。なので風を吹かせるためには、これもちょっと昔の人ならお祈りとかして何とかするんでしょうけど、現代の人そんな力はございません。なので置き場所変えましょう。置き場所ないよっていう方はファンを用意するといいですね。ファンはアマゾンやホームセンターに手に入ります。夏の水やりなんですが、夏も梅雨と同様、葉っぱがですねシュワッとなってない限りあまりお水をあげる必要はありません。ただですね、毎日観察していると時々シュワシュワッとなってます。そういう時はお水を欲しがっているので、日中の暑い時期を外して、そうですね、夕方日が沈み始めた、そうですね、夕方日が沈み始めたぐらいの時にお水をあげてください。あんまり乾燥させるとダニがつきやすいです。なので定期的にこう散水ですね、土は濡らさない程度にさーっとかけてあげるとダニもつきにくいです。あと何よりもこうキラキラして可愛いです。ただし夏はグリーンです。はい、皆さんお待ちかね、秋のお手入れです。秋はですね、もう乙女心もやっぱりわっしょい、わっしょいなんです。どんどん増えるし、どんどん可愛くなります。お彼岸過ぎたあたりから気温がぐんぐん下がってきます。それと同時に緑緑していた灰色はどん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 肌白になり、葉っぱの先端はほんのりピンク、どんどんピンクになっていきます。冬を迎える頃にはめちゃくちゃ可愛い乙女心の出来上がり。増やすのも春秋の秋、この時期ですね。この時期も最後の増やし時、どんどんカットしてもりもり可愛い乙女心を育てましょう。水やりは春と同様、乾いたらたっぷりを繰り返せば大丈夫です。最後に冬のお手入れ。冬のお手入れはですね、注意点とはあるとすれば、そうですね、何でしょうね、まあ毎日毎日眺めすぎないことですかね。めちゃくちゃ可愛いんで、朝ちょっと多肉のお手入れするとお仕事ある方は遅刻とかするかもしれませんね。その辺が一番強敵ですね。それぐらい可愛いです。うん、可愛いです。あとは何でしょうね、あ、水やりですね。水やり、寒波が続くような寒い日が続くとき、そうですね、気温でいうとマイナス3度以下、このぐらいから乙女心もちょっと凍って凍傷を起こす場合があります。なので、そうですね、どうすればいいでしょうね。水やりは0度近辺からなるべく控える。もうこれも同じようにシュワシュワってないかなってない限りお水をあげなくて大丈夫。シュワシュワってなったらお水をあげるんですが、この時最低気温がマイナス3度いきそうなら、マイナス3度いかない日を狙ってあげましょう。そうですね、こちらの九州なので、そのマイナス3度以下の日がたくさんあるんですけど、そんな日ないよっていう方はちょっとお部屋に避難してお水あげてもいいかもしれませんね。その時はなるべく日当たりのいいところで。続いて春です。春のお手入れ、春言ったな。それでは続いて購入後のお手入れ。購入後のお手入れといってもちょっと植え替えるだけになるんですけど、植え替えていきたいと思います。買ってきたばかりのものをこうすぐに植え替える必要もないんですが、やはり植え替えるともり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 育ちます。今日はですね、ちょっとこんな鉢に植えてみようかなと思います。乙女心っていう雰囲気ではないんですけど、なんかいいですよね。ちょっといきます。まずはこちら、ですね、鉢底に穴が開いてます。しっかりと穴の開いたものを選びましょう。穴大きければ大きいほど結構育てるのが楽です。鉢底ネットを入れて、ボラ土を、鉢底石を入れます。九州ボラ入れるんですけどね、鉢底石で大丈夫です。これぐらい、鉢底がですね、見えなくなる程度で大丈夫。なるべく土を入れたいです。そして培養土、土もですね、前回同様培養土のみで大丈夫です。そうですね、なんでって言われたら、そうですね、土のことを話すとこう結構ですね、
こうで、こうじゃない、ああじゃないっていう方いらっしゃると思うんですけど、そういうとこも多肉の楽しさだと思います。乙女心、培養土でもしっかりこう色づくんで、培養土ですくすく育てましょう。あ、もちろんですね、小さな鉢に乾燥に植えて、乾燥な土に植えて、小さいうちから色をどんどん出したいという方はそのやり方でも全然大丈夫。この鉢にもりもり育てたいので培養土、ちょっと長くなりましたけど、はい、行きます。今日はどうでしょうね、今日の根っこは。はい、こんにちは。あ、結構いいです。ですね、若くて綺麗な根っこがちゃんと生えてますね。こちらですね、刺してちょっとそんなに経ってないんですね。まだ4ヶ月も経ってない、3ヶ月ぐらいかな。なので根っこはそんなにないんですけど、それでも十分しっかりとした根っこが確認できますね。あ、土もまだまだ新しいです。触っても根っこがそんなに落ちない、新しい根っこばっかりですね。はい、こんな感じ。そうですね、ちょっとこれだと寂しがるかもしれないので、もう一個植えましょう。はい、はい、こちらもいい根っこですね。ちょっと指のお腹を使って優しくほぐします。優しく、そうですね、ここで根っこが黒くなったり、ちょっとこう若干匂うなとかいう時は、あの、病気の可能性がありますね。根っことお話しすると、今後の多肉がどんな風に育つか、あと多肉、今までの育て方で何が悪かったっていうのがちょっとこう参考になったりしますね。参考になるかな参考にはならないかもしれない。これ経験踏むとですね、あの、すごい分かるようになるんで、あの、初めのうちから根っこを触っておくのをおすすめします。全然分からなくても大丈夫です。あっと、もう植えちゃってしまいましたね。ほぼほぼ。コツとかありますかね。これコツはですね、何でしょうね、特にないんですよね。あ、優しく持つことですかね。優しく、持つこと優しく持つことです。あとはこうふんわりふんわり、優しく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 ですね。でトントントンですね。もしこれ、あの、持ち上げられないぐらい鉢が重いときは、あの、カタカタカタでいいです。これ、あの、鉢持ち上げられるんで、あの、トントントンってこう言ってますけど、こんな感じ、カタカタカタですね、カタカタカタですね。カタカタ言わないですけどね、あの、このトレイじゃなかったらカタカタ言うんで、カタカタカタ、トレイが動く、トレイが動くちょっとこうじゃないです。これ映るかな、ちょっとこれどけて、どんだけカタカタに執着してるんですかね。おお、ズズズズズですね。まあでもそんな感じです。あれ、どこまで行った、出ました。緊張でオルトラン忘れてます。そうですね、オルトランは緊張するとオルトランを忘れがち。まあ端っこにこんな感じですね。でカタカタカタ。オルトラン浸透移行性といって、あの、吸ってから効果が出るんで、あの、こういい感じで巻けばそんなに、きちんと巻かなくても大丈夫。はい、できました。どうでしょう、かわいい、かわいいですね。すごいかわいい鉢に植えてあげて、その黒ポットがかわいくないと言ってるわけじゃないんですよ。黒ポットもすごい、とても魅力的ですよね。チャーミングです。だけどこの鉢すごい可愛いですよね。こんなのこう植えてもらって、ちょっとさっきより照れてますね。乙女心、さっきより赤くなってますよね。間違いないです。はい、続いて乙女心の増やし方、増やし方なんですけど、こちらにですね、ちょっとだけ増やし頃な乙女心があります。もっとモリ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 したものをカットすると、あの、とてもいいんですけど、ちょっとですね、ハウス内に、あの、親株全部カットしてしまってありません。なのでこの大きさでも十分大丈夫、やっていきたいと思います。乙女心は葉差しがとても難しいです。全然できなくもないし、あの、やってみるとたまに鉄火が出たり面白いんですけど、鉄火ですねすいません、また詳しく今度説明します。
もし詳しい方いたらコメント欄に結果の説明よろしくお願いします。そこのあなたですよ。ちょっとまずは、枯れた役目を終えた葉っぱを取っていきたいと思います。役目を終えた葉っぱ、お疲れ様って感じですね。この葉っぱが一枚一枚頑張ってこの乙女心を作っています。なのでこういう葉っぱを取るときはお疲れ様ですね。はいはい、お疲れ。今のはちょっとちょっと下っ端だったですというかお疲れですね。これお疲れ様です。はい、できました。準備できました。それではカットしていきたいと思います。この時ですね、どこでカットするかというと、脇芽、確認できますかね、ここ 1,2,3 個ついてますね。この脇芽の上でカットするのをお勧めします。はい、カットします。この時ちょっとですね、乙女心、この前のレッドベリーとは違ってかなり重さがあるものなので支えながら切ってあげましょう。このまま高い位置から切ってドンと落とすとドカッって感じになりますね。傷つきます。乙女なんで優しく。はい、カット。こんな感じですね。どうでしょう、これもすぐにモリモリになります。ただし条件が、肥料をあげるとより良いです。あとお水ですね。ここからはなるべくお水をたくさんあげた方がいいです。なのでそうですね、すごく寒い地域にお住まいの方はやっぱり冬はお水あげれないんで、カットはしない方がいいかもしれませんね。はい、こちらも続いてカットしていきましょう。はい、脇芽が出ているのを確認して、お、ちょっと下っ端の葉っぱがありますね。はい、お疲れ。はい、こんな感じで、カットして、カットして、はい、こんな感じですね。こちらは脇芽が出てないので、ちょっとまだカット控えようかなと思います。はい、ちょっとご褒美に肥料をあげて、できました。こちらもしっかりモリモリになります。はい、カットされた側の乙女心の頭たちです。こちらを土に刺していきたいと思います。今回用意したのはこちら、三寸ポットに培養土なみなみです。こちら三寸ポットじゃなくても何でも大丈夫です。使い終わった二寸ポットでもいいし、プラバッチでも大丈夫、何でも大丈夫です。ただ底穴が開いていることが大切ですね。これを刺していきます。これをこうではありません。実はですね、この茎の横からも根っこが出てくるので、もし落とせるだけの長さがあるならやっぱり1周2周は落とすととても根っこが出やすいです。こんな感じ、こんな感じです。いいですね、こんな感じ。いきますよ。こんな感じって言うと思いました？言わないんですね。はい、できました。かわいいですね。あとは、2,3 日後からお水をあげれば大丈夫だと思います。すぐあげても大丈夫っていう方も結構いらっしゃいます。今は刺したらすぐどんどんお水あげるって方もいるんですけど、一回乾燥を待っても安全かもしれませんね。はい、どちらでも大丈夫だと思います。やってみてうまくいく方が自分に合ってるやり方だと思ってください。ちなみにうちはこれで増やします。ということで今日は乙女心と仲良くなってみました。どうでしょう、皆さん乙女心と仲良くなれたでしょうか。もともとそれぐらいなら乙女心と仲良かったよっていう方もいらっしゃるかもしれません。でもですね、愛情を持ってどんどん接して今よりももっともっと仲良くなれたら本当嬉しいです。オープニングで新種紹介の誰がいいですかっていう時には粒って言わなかった乙女たちがありがとうの粒を発してます。いえいえ、こちらこそ。それでは皆さん、多肉と楽しく暮らしていきましょう。